こんにちは、葉月玲です、いつもご視聴いただきましてありがとうございます、はい、本日はですね、恋愛リーディングということなんですけども、どうでしょう、皆さん、なんかそろそろクリスマス近いし、なんかちょっと彼女欲しいなとか、なんならもうね、クリスマスになんかこうちょっとプロポーズしようかなとか、なんかそういう風に感じて考えたりとかしてる方ってなんかいらっしゃいますかね。まあ、もしいらっしゃれば、その結果ね、どうなるのかなっていうのをちょっと、カードで引いてみたいと思います。まあ、ちょっと予告、予言的な感じにもなるんですけど、まあ、どっちかっていうと、うまくするためにはどうしたらいいかみたいなと、相手の気持ちとね、なんかそういうところで、メッセージ受け取っていただければ十分かなと思います。はい、では今日は、サイキックオラクルカードと、あとタロットカードを使って、お二人の気持ちと、それから、結果について聞いていきたいと思います。はい、ではいつものようにシャッフルと、カット終わってますので、今からオープンしますね。はい、1枚目の方、はい、はい、では、3枚出しました。まず1枚目のカードがこちらのカードです。なんかいい感じのカードですよね。はい、では、2枚目のカードはこちらになります。はい、こちらのカードです。で、3枚目は、こちらです。はい、このカード、はい、いい感じのカードが3枚出ましたね。はい、今日はまあ、じゃあ何について、まあ、サインしていただきたいければいいかなと思うんですけど、まあ、直感で、まあ、これかなって思うものでも構いませんし、まあ、できればね、あなたがお相手に対しての気持ちになんかこうマッチするものというか、インスピレーションを感じたものをアサインしていただけると一番いいかなというふうに思います。はい、あなたが、お相手に対して抱いている気持ちですよね、感情とかね、まあ、思っている関係性でもいいですよね。まあ、そういったものを1枚選んでいただければいいかなと思います。で、メッセージよりもね、まあ、インスピレーションで選んでもらった方がより直感としてはいいのかなと思うんですが、まあ、どうしてもなんか当てはまるものないとかわからないっていう方はもう、もうこれかなっていうので見ていただければいいかなと思います。はい、では、アサインできたでしょうか。はい、では、1枚ずつ見ていきますね。はい、では、まずはこちらのカードを選ばれた方見ていきます。こちらがお相手のカードですね。はい、よいしょ。で、2人の現状をも見ときましょう。はい、で、結果の方は、タロットカードからも受け取りますね。はい、では、オープンしていきます。はい、はい、ではこちらのカードが出ました。はい、そうですね、じゃあまずあなたのその告白というか、その行動がまあ成功するかどうかっていう感じで言うと、成功はすると思います。はい、よかったよかったです。はい、このカードが出てますよね。で、このカードって、まあ、カップの、7なんですけども、なんかね、いろんなものを手に入れたいってあれこれ考えてる状態ですよね。なんか本当にいろんなものをなんか見てますよね。これ何なんだろう、これ人かな、なんかお化けみたいな感じ、ハロウィンの時だったけど、まあ蛇とかなんか、まあ竜とかなんかいろんなものがいますよね。だからいろんなものをなんかこう雲の上でもや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 考えてた。だからこの例えばこう告白してお付き合いできたら、なんかこういうものプレゼントしたいなとか、こんなところ行きたいなとか、こんなことやってあげたいなみたいなね。で、多分ね、ここになんか赤いのいますよね。赤いのって言っちゃった。ここになんか手がピピって出てるんで、これ多分人だと思うんですよね。だからきっとあなたにとって今までそのお相手の方って雲の上の人であったりとか、あ、うまくいくかな、なんか自分のことどう思ってんのかなとか、ちょっとわからない人だったと思うんですよね。で、それをきっとあなたは、なんていうか、
力強く手に入れることができるっていう感じですかね。うん、そんな感じだからいいと思います。で、まず、まあこれもそうですね、あなたが思っている、お相手との関係性なんですけど、うん、なんか、なんだろう、もうここまでやっと来たみたいな感じですかね。例えばもう全然の片思いの時から進んできて、もうまず LINE も交換できて、じゃあ次電話番号もゲットできて、まあ何回か食事も行ってみたいな感じで、徐々に関係性をこう深めてきて、で今なんかこうもうなんか全部なんかやることやったし、もうそろそろ告白しようかなとか、そろそろプロポーズしようかなっていう感じだと思うんですよね。はい、でまあそういう感じかなと思います。はい、全部なんかこうやれることはやって、そして受け取れるものは全部受け取ったみたいな感じですよね。で、あなた、あ、お相手があなたに対してまあ抱いてる印象なんですけど、まあなんていうんだろう、まあこのカードにちょっと通じるのかもしれないんだけど、まあもうなんか積極的な人だわみたいな積極的な子だなみたいな感じですかね。うん、なんかこうちょっと押され気味ではあったんだけども、うん、なんか押され気味だったけど、まあでもなんか、うん、すごく力強くて、まあ、頼りになりそうな人だなみたいな、そんな感じでは思われていると思いますね。はい、なんか悪い印象ではないと思います。決して悪い印象ではなくって、なんかこうもうそんなに押されたらもうはいお願いしますみたいな感じですかね。はい、なんかそんな感じはしますよね。でも結果としてパワーのカードは出てるんですけど、でもすごくいいバランスはありますよね。だから優しさと強さと、あなたは本当に相手のことを大事に思われてると思うんですよね。そして本当に宝物のようにね、これからも相手のことを思っていかれるんじゃないかなというふうに思います。で現状なんですけども、まあうん、まあ、まさしく多分これ見てるってことは、うん、どうかなみたいな感じで思われてると思うんですよね。まあちょっと、うん、大丈夫かなとか成功するかなとか心配されてると思うんですけどね。でもなんかね、お相手もなんかそういう風に思ってるとこがありますよね。まあ、例えばなんですけど、この人こんなにグイグイ押してくるけど、なんか他の人にもなんかこんなこと言ってないかなとか、私だけのこと好きでいてくれるのかなとか、俺のことだけ好きなのかなとか、なんかそういう迷いっていうものが、目に見えない迷いみたいなとこがあられるのかなっていう感じですよね。うん、だから好きなんだけど、例えばなんかこんなにかっこいい人が私のこと本気で好きなのとか、こんなに可愛くてパーフェクトな子が俺に本当に惚れてくれるのかなとかなんかまあそういう感じですかね、お相手の気持ちとしてはね。であなたも同じこと考えてるって感じですよね。だから結局2人とも同じことはなんか、怖がってるっていうか、なんかそういうこう悩みっていうかね、なんかそういうものがあるのかなっていうふうには思います。でも結果としてはね、きっとお二人は幸せになっていけると思うので、まあ堂々とね、告白するなりプロポーズするなり頑張られたらいいと思います。はい、じゃあ1枚メッセージカード引いときますね。はい、はい、そうですね、まあ変化を怖がらないっていうことかな。うん、もしかするとその2人、例えばプロポーズすることによって、めっちゃ単純な話ね、なんかやっぱりお金の面とかそういうことって変わっていくじゃないですか。なんか例えばお付き合いすることになったら、なんかデート代ももっと頻繁にかかっちゃうかもしれないし、プレゼントもしないといけないしみたいな、まあ、しないといけないっていう方はよくないかもしれないけど、だからまあそういう風な物質的な変化になんかもう、ケチケチすんなよみたいな感じですかね。うん、なんかそういうところはもう取り戻せるんだから、とりあえずは2人の関係性をね築くためには、そういったものをケチらない方がいいよっていう感じです。うん、だから素敵な、まあ、例えばクリスマスプレゼント送ってあげたりとかね、そうすることできっとあなたに返ってくるものは大きいと思うんですよね。まあ、そういったことを、変化を恐れずに2人の関係を深めていきなさいっていうことかなというふうに思います。だから本当にこのあたりですよね。うん、このあたりですよね。はい、なのでなんか本当に数字的にもバランスのいい数字がなんかね、1、2、1、2、5、7、8、9みたいな感じで出てるので、お二人的にはこう順序よく進んでこられたっていう感じはしますよね。
はい、なのであの2人の関係性というのは決して悪いものではなく、あなたが何かアクションを起こそうとしていることはきっと あなたの力で成功してきますよということをカードを教えてくれているので、安心してねアクションを起こしてください。はい、ではこちらのカード選ばれた方以上となります。はい、では、次はこれですね、こちらのカード選ばれた方ですね。はい、じゃあカード出していきます。こちらの方も、まあ成功するかしないかで言えば、もうしますね。しますよ。はい、するんで安心してください。うん、で、そうですね。まあこちらが結果のカードになるんですけど、状況としては非常に物質的にも精神的にもいい状況になるっていうことなんで、もしかするとこれってプロポーズのアサインされた方多いですかね。なんかもしかするとね、非常にいい関係性というか、本当に満足できるバランスの取れた関係性になると思います。で、今まであなたって多分すっごい努力家だったと思うんですよね。もう黙々となんか仕事もしてきてとか、黙々と結婚するために自分のステータス上げたりとか、その相手の人に好きになってもらうために自分磨きをしたりとか、そんな風に頑張ってこられたと思うんですよね。だからその努力の結果がもう現れるって感じですよね。はい、だから本当にあなたの努力の結果が、ちゃんと、なんていうのかな、実りますよっていう感じです。で、あなたの状況なんですけど、そうですね、もう本当に、2人にとっていい方向性をちゃんと考えて選ぼうとしてるって感じですかね。で、その選択は間違ってないですよっていうことをカードは伝えてきているので、今例えばプロポーズしようと考えている人とか、告白しようとか考えている人とか、この人のことを本当に選んでいいのかなとか思っている方は、もうそれは信じていいですよっていうことです。だから現状にもそれ現れてますよね。ウェイティングゲームカードは直感を信じて新しいことに飛び込んでいくっていう意味があります。はい、なのであなたが今直感で感じていることは正しいから、それに思い切って飛び込んでいきなさいってことですね。はい、同じようなカードが出てます。で、お相手の気持ちなんですけども、トゥルース真実のカード、あなたのことすごく信用していると思いますね。もうそのままズバリなんですけども、あなたのそういったこの努力であったりとか、お相手の方に対する行動とか言動とか気持ちとかね、そういったものはしっかり受け止められていると思います。そして本当にこの人って誠実な人だなとか、自分のこと愛してくれてるんだなっていうのは相手にすごく伝わってると思いますね。だから相手の人はもしかするとね、待ってるかもしれないですよね、あなたからのそういったアクションを。なので心配することはないです。そしてお相手の方って多分あなたのこと本当に信じているので、とても強いダイアルカナのカードが出てますよね。はい、だからもう何も心配することなく、あなたは今まで頑張ってきたし、直感で今だって思ってるんだったら今だいいと思います。はい、例えば指輪を選んでて、どうしよう、サファイアがいいかな、エメラルドがいいかな、ダイヤモンドがいいかなと思って、でやっぱダイヤモンド似合いそうだなと思ったらダイヤモンドを選ぶみたいな感じですかね。はい、まあそれしょうもないこともないか、まあ、選択かもしれないけど、でもそういうことです。あなたが本当にいいと思ってやることっていうのは全部正解だし、相手に伝わりますよっていうことです。はい、非常にいい結果ですよね。こちらを選ばれた方、素敵な関係になっていけると思いますので、何よりあなたがとても幸せになると思いますのでね。はい、自分が幸せになるってことは相手のことも幸せにできるってことですよね。はい、なのでね、臆せずアクションを起こして、あなたもお相手の方もね、2人で幸せになっていくように頑張ってください。はい、じゃあこちらのカード選ばれた方以上となります。では、最後このカードですね。このカード選ばれた方引いていきますね。はい、では、オープンしていきます。
出た出たみたいな、みんなびっくりしますよねはい出たみたいな感じですよね。はい、大丈夫です、安心してください。今からリーディングします。はい、そうですね、まああなたのそのアクション、告白でありプロポーズでありが成功するかどうか。はい、成功します、大丈夫です、安心してください。おっとデスのカード出てるじゃんみたいに思うかもしれないけど、大丈夫、不吉なカードでは決してないですね。うん、ただですね、なんて言ったらいいのかな、このカードが現状に年出てるんですよね。で、このカードって、今から決断しようとするっていう意味があるんですよね。で、この場合、お二人の関係性として見ているので、なんか、今まで思ってきた関係性というかね、今まで思ってきた二人の行く末が、あれ？どうなんだろうこれと思って、より良いなんか関係性を求めてなんか、動いてるっていう感じですかね。なんかそういう感じはしますよね。で、そのだからそういう決断をすることによって、今までその固定概念であったりとか、なんか自分のなんかこう潜在的っていうかバイアスがかかってきたことっていうんですかね、なんかそういうことから外れて、なんか新しい幸せを築き始めるみたいな感じかな。ですのカードは、まあ確かに終わりであったりとか、まあ死ですからねっていう意味もあるんだけど、一旦例えばまあ悪しきものであったりとか、まあこう考えるとちょっと分かりやすくなるかもしれないんですが、例えば、すごく、なんて言うんだろう、めちゃめちゃなんか体の体調が悪くって、でもなんか思い切って手術をして、なんかそこの部分を治療するとなんかすごく体が良くなるって、なんかそういう当たり前のことじゃないですか。でも例えば手術をしたりするときってそうなんですけど、痛みが伴いますよね。痛みが伴うんですよ。でも痛みが伴ったおかげで悪いところが取り除かれて、また元気になって新しいことを始めれるじゃないですか。そんな風に考えてみたらどうかなって思うんですよね。確かに死んでしまうと、まあ人ってもうそれでね、棺桶に入ってお墓に入ってっていう感じになっちゃうかもしれないんだけど、確かにその人間の肉体の死ってそうかもしれないけど、精神的にはずっと生き続けるって聞いたことないですかなんか魂の話とかになるとちょっとスピリチュアルな話になってくるんですけど、例えばなんですけど、おばあちゃんとかおじいちゃんとか、なんかそういうこう身近な方とかがね、亡くなったとするじゃないですか。でも肉体的にはもういなくなってしまったから、すっごく悲しいですよね。まあ私の例で言うと、私はすごいペットロスに陥ったことがあったんですよね。ずっと可愛がってた猫ちゃんが死んじゃった時は本当に立ち直れなかったんですよね。でも猫ちゃん、その猫ちゃん自体とかおじいちゃんとかおばあちゃんとかは確かに死んじゃって肉体的にはもう会えないけど、でもいつも自分の心の中にいますよね。楽しかった思い出とか、私だったらその猫を拾ってきた猫ちゃんがお家に来た時とか、なんか本当に初めてなんだろうなんか自分にこう膝に乗ってきてくれた時のこととか、なんか猫と喧嘩してなんか引っかかれた時とか、なんかそういうこととかね、おばあちゃん家に行ってなんかお菓子もらったりとか、なんか親に叱られたけどおばあちゃんにすごい慰めてもらったりとか、なんかそういうことって心の中にずっとありますよね。それってその人が精神的にはまだまだ生きてるってことだと思わないですか。なんか私そういうふうに思っちゃうんですよね。肉体自体は確かになくなってしまったかもしれないけど、自分にとってはまだまだ心の中にいますよねってことです。そういうふうに死っていうものを考えると、このデスのカードって本当にそういうことだと思うんですよね。だからその確かに
肉体とか目に見えるものはなくなってしまうかもしれないし、まあ、あの手術の例で言うとこう悪いところが取り除かれてまた元気になってっていうところですよね。だからきっと人生においても何か一つのことが終わってそして新しいことが始まる、そんな風に考えてみればデスのカードって結構いいカードなんじゃないかなって思っちゃうんですよね。で特にこのカードと一緒に出てますよね、はい、うん、このカードと一緒に出てるわけですよね。なので、このカードって、まあ、今すぐではないんだけども、でもずっと希望を追いかけてるっていう意味もありますよね。うん、こう流行る気持ち、流行る感情みたいな感じですよね。だから新しいこと、今はない、まだちょっと遠いかもしれないけど、今はない希望に向かって気持ちがどん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 動いていくっていうことかな。それと一緒に出てるっていうことは、きっと今までお二人とかもしくはあなたが思ってた固定観念からはちょっと違う関係性に移っていくっていう感じかな。そんな風には思いますよね、うん。で、まあこのカードを選ばれてるんですけど、これって勝利のカードなんですよね。でも孤独な勝利って私はいつもこのカードを見て思うんですよね、うん。だから、なんかこう、付き合いたいとか結婚したいとか、なんか一人の気持ちだけをこう優先させてきてしまって、まあそれは手に入れたんだけどもっていう感じかな。うん。だからもう少しこう二人でっていう感じがね、あってもいいのかなっていうふうには思うんですけどね。うん、二人っていう感じがないんですよね。だからこれからはなんか二人で幸せになっていくっていうところね。なんかそういうところを目指していかれるのかなっていうふうに思います。そしてお相手はあなたに対して、まあ、抱いている、まあ、あなたもしくはあなたとの関係に対して抱いている気持ちなんですけども、そうですね、そうですね、ちょっともう一枚引きますね。すいません、ちょっと意外でしまった。はい、そうですね、なんて言ったらいいのかな、あなたに対して別に悪い気持ちは持っていないんだけども、ちょっとこう冷静に見てるっていう感じですかね。でこれはあの知恵のカードですよね。でそしてこれはまあ休息のカードですよね。だから、あなたのことはとても大好きだったりとか優しい気持ちでは思ってるのかもしれないんだけど、なんかこう、ちょっと冷静になって考えてほしいとか、なんか冷静にあの私のこと見てほしいとか、僕のことを冷静に考えてほしい、二人のことを冷静に考えてほしいっていう感じかな。なんかそんな風な印象を持たれてるってことはありますよね。だからこのカードが出てるのも結構納得っていう感じですよね。だから、私もしくは僕はなんかちょっと違う関係性を求めてるんだよねみたいな、なんかそこを分かってほしいなみたいな感じはあるかもしれないですよね。だからそこにあなたが気づければきっといい関係性にはなっていけると思うんですよね。本当にあのもう一度、なんか二人でやっていけるようないい関係性にはなっていかれると思います。はい、じゃあと言っても心配だと思うのでもう一枚引いておきますね。はい、そうですね、まあこれは誘惑とか、誘惑って、まあ、この場合だと、そうですね、なんていうのかな、なんかこうやっぱり、流行る気持ちに気をつけなさいっていう感じかな。まあこれの逆ですよね。だからその、独占とかそういうこう相手のことが好きすぎて焦ってしまうとか、相手のことを制限してしまうとかね、相手の気持ちを考えずに行動しちゃうっていうことには気をつけようねっていう感じですね。はい、でもそれさえクリアしたらきっといい結果になりますよっていうことは言ってると思うんで、もう一枚じゃあタロットカード引きますね。はい、はい、キングのカップ、もうこれは愛情の王様っていう感じですよね。はい、愛情深くてとても頼りになる人っていうことです。なのであなた、まあ、お二人に
に関することかもしれないんですけど、そういった気持ちとかそういったものにこう左右されずに落ち着いて2人のことをゆっくり考えれば、きっとあなた方は愛情、確たる愛情関係っていうのかな、そういったものを結べますよっていうことですね。はい、だからどっちにしろ幸せにはなれるし、あなたのアクションっていうのは成功を収めるんだけど、そういった注意点がありますよっていうだけです。はい、お二人の関係はきっといいものになっていくので、そこは安心してくださいっていうことですね。はい、ではこちらのカード選ばれた方以上となります。本当にね、もうすぐなんかハロウィンが終わって、次はもうすぐなんかクリスマスじゃないですか。だからね、いろんな、なんかやっぱクリスマスといえばなんかプレゼントであったりとか、なんかそういう恋愛のこともちょっと絡んでくるかなとか思うんですけど、じゃ最後に、皆さんに1枚だけメッセージカードを引きますね。はい、これは皆さんに当てるメッセージなので気楽に見てください。はい、おー、いいカードが出ましたね。ユニバース完成、達成のカードが出ました。はい、もうあなたの、思いが強くて、あなたの気持ちが誠実であれば、その思いはちゃんと成就しますよっていうことですよね。はい、ただそこには努力が必要です。そして、世界のカードは本当に完成とか達成っていう意味があるんですよね。大事なことはそこからだっていうことも言っていますね。うん、その告白してお付き合いできてイエスの答えもらって終わりじゃないですよね。プロポーズして、じゃあ私も結婚します、お願いしますって、その返事をもらって終わりじゃないですよね。完成はあくまで始まりですよね。なので、じゃあ告白してお付き合いが始まったら、じゃあ相手のことをどんなに大切に思うか、結婚してね、それから、どんな責任を持つのかとか、どんな幸せな家庭を築いていくのかとかね、そういったことがまた始まるわけですよね。はい、なので皆さんの思いというのは成就します。だけども、そこからまた大切なことがやってくるよっていうことは忘れないようにねっていうことかなというふうに思います。ではひとつまずね、あなたはアクションを起こさないと何も始まらないので、まずはね、アクションを起こして、あなたの気持ちを伝えてみるっていうこともとても大事なことだというふうに言ってるのかなとも思います。はい、では今日はあなたの告白であったりプロポーズ、そういったアクションというのは成功するかどうかということをカードに聞いてみました。はい、では、本日のリーディングは以上となります。皆さんのお幸せを、心からお祈りしております。頑張ってください。はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。